めちゃくちゃ効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回正直言います、腹筋メニューの中で一番筋肉痛が起きやすい腹筋を紹介していきます。わかめデッドバグです。今回の腹筋のいいところが、通常の腹筋の正直10倍効果があります。普通の腹筋というと力を入れて戻す、繰り返すと思うんですけども、力を入れて戻るときって緩んでますよね。正直1回あたり 0.12 秒ぐらいしか力って入ってないんです。腹筋に慣れてない方は力が入るのが遅いので、もっとお腹に力が入ってないんです。今回は力を入れたままでわかめになります。そうすることで力が入った腹筋群がストレッチかかって、より腹筋に効かすことができます。エクササイズの基本、胴体部分弱いよって方は一緒に頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。いきなりやってしまうと腰を痛めたり、お腹に力が入りにくかったりするので、まず2種目ウォームアップを加えていきます。四つん這いから膝を開きます。体を前に持っていって、お尻とお腹をキュッと締めたままでキープです。頑張っていきましょう。まずは簡単と思うかもしれませんが、お腹の力を抜かないことを作らないとわかめデッドバグができません。この状態でお腹の力を緩めないように、力入れたままです。頑張って OK です。次は上向いて寝ます。膝を抱えて体を起こす。この状態でキープ。上向いてお腹を引っ込めておきます。これで腰のストレッチもできるので、この次あるわかめデッドバグがしっかり効かせられます。OK、 それでは本チャンいきます。寝て足を上げてバンザイして、このままグッ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 、上下に揺れる感じです。手足の力抜いてください。手と足を振るんじゃなくて体を上下に動かす。お腹を力入れたままです。 OK、 ちょっと難しいけどだんだん効いてきますんで、シャート2回いきましょう。グッ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 と、これはね、柔らかいところにする方がやりやすいんですが、とにかくね、力を入れたまま揺れる、手足を揺らす、できるだけ手は遠くに、うわー、うわー、いって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 、あともう一回で終わり、うわー、引く、よし、ラスト、手足揺らして。手足揺らしてください。うおー、引いてきた、うわー、痛い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 、うわー、腹筋がどっか行く。お疲れ様でした。床よりも柔らかいところの方が上下に跳ねるんでしっかり効かせられると思うんですが、床でもね、十分効かせられます。普通の腹筋よりも20秒で10倍効かせるやり方でした。頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。説明欄に各種 SNS もリンク貼ってますんで、そっちも見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。